漢字問題。読める人は読める漢字クイズ、全部で10問です。では始めましょう。第1問、この漢字何と読むでしょう。正解は玉残し。女性が結婚して富貴な身分を得ることです。第2問、この漢字何と読む。正解は豹変。態度などが突然変わることです。第3問、これ何と読むでしょう。正解はすがすがしい。爽やかで気持ちが良いことです。第4問、この漢字何と読む。正解はわがまま。自分の思い通りにならないと気が済まない様です。第5問、これ何と読むでしょう。正解は牛車。昔牛に引かせた貴族の乗り物です。第6問、この漢字何と読む。正解はほとんど、ほぼすべて、もう少しでという意味です。第7問、この漢字何と読むでしょう。正解は知らぬい。夏の夜、八代海、有明海で見られる木陰です。第8問、この漢字何と読む。正解はささやく。小声で話すことです。第9問、この漢字何と読むでしょう。正解はしばらく。少しの間、やや長い期間という意味です。第10問、最後の問題です。この漢字何と読むでしょう。正解はにごもる。妊娠する、はらむということです。